あ,あ皆さんこんにちは、えー、増田敏夫でございます、えー、いつも増田チャンネルをご覧いただきまして、えー、ありがとうございます、えー、不思議なことには裏がある真実があるということでいろいろな問題を取り上げて解説をいたしております今までですね嘘と本当のシリーズということで <laughs> フェイクトゥルースシリーズということで <laughs> いろいろなお話をしてきまして、アメリカが経済大国で世界一だというのは真っ赤な嘘というか、間違いだということとかですね、ドルのどっぽ高というのもですね表面的なことでマニュピュレーション、すなわち FRB が価格操作をした結果なんであって、本当の姿ではないと。 本当のドルのバリューというのはドルの購買力によって測られなければならないというようなお話をしまして今1ドル145円をつけているけれども実際に円の購買力とドルの購買力ということで比較をすると実は1ドル90ドルなんだというようなお話またウクライナ もうこのウクライナ戦争はもう初めからウクライナが負けることが前提で始まった戦争だと。なんで負けることが決まっている戦争をこのウクライナ支援、欧米がウクライナ支援をすることによって結局戦争をこの長引かしている。エスカレートして戦争をどん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 長引かせている。 え、いくら、長引かしても、結末は決まっているわけで、ロシアが勝って、ウクライナが負けるということは、もう初めからわかっている。しかしながら、戦争を、ウクライナを支援することによって、え、ウクライナ戦争を長引かしている。それはなぜか、というような、あ、お話をしてきました。今日はですね、 えー、皆様方毎日のようにテレビでご覧になっていると思うんですが、北朝鮮軍がですね、えー、約1万人以上の北朝鮮、えー、軍がロシアに行って、えー、そしてウクライナが今年の8月の6日でしたかね、8月の6日に越境をしまして、 ロシアの方にウクライナ軍が侵攻していったわけですね。クルスク州という、このロシアの州をまあ占領して、今なおですね、そこを占領状態で維持しているわけなんですよ。で、報道されているっていうのはですね、このウクライナが占領しているクルスク州、ここに北朝鮮軍が投入されて、これからウクライナ軍と北朝鮮軍が、の戦闘が始まると。 こういうようなニュースが流れてるわけなんですね。そこでなんでこの北朝鮮軍がウクライナ戦争に参加する。しかもその参加するのはロシア領内でウクライナ軍と戦うということでウクライナの本土の方へは北朝鮮軍はどうも行かないようだと。まあ、こういうですね、報道があるんですが北朝鮮軍が ロシア領内でウクライナ軍と戦う、その根拠は何かということですね。これはですね、ウクライナが越境してロシアに侵攻したのが今年の8月の6日なんですね。それからですね、13日ほど経った後ですね、ロシアと北朝鮮が包括的戦略パートナーシップというですね、協定を結ぶわけなんですよ。 13日の死ですね。で、この協定というのは一種の安全保障条約のようなもんでですね。まあ、ロシアでも北朝鮮でもいずれかがですね、えー、他国からこの武力行使を受けた場合、侵略または他国からですね、武力攻撃を受けた場合は、この期待することなく、遅れることなく、すぐさまあらゆる手段を使って北朝鮮ならばロシアを支援すると。 こういうことなんですね。だから、この、ウクライナ本土でなくて、ロシア領内で北朝鮮が、ウクライナ軍と戦うというのは、この条約に基づいて、この合意に基づいて、ロシアがウクライナ軍に侵攻され、攻撃されたわけなんですね。従って、この合意に基づいて、ロシアが攻撃されたんですから、その敵に対して迅速にですね、あらゆる手段を使って戦闘するということなんですよ。 だから、ウクライナがロシアに侵攻して13日のうちにこの合意ができたということなんですね。まあなんか取ってつけたような形になってるわけなんですが、実はですね、大変な深い意味が込められてるんだという、ここが大事なんですね。それを説明する前にですね、北朝鮮は最近、 憲法で韓国は北朝鮮にとって最大の敵国であるという、これをまあ憲法ではっきり書き込んだ、規定したわけですね。えー、それまでは、南北朝鮮統一ということで北朝鮮も韓国も おいろいろ、この反問店に事務所まで作ってですね、韓国の代表、北朝鮮の代表がですね、まあ定期的に会ってですね、統一のためのいろいろな交渉というのをまあずっと続けてきていたわけですね。ところが北朝鮮の方はその事務所を爆破してしまってですね、今言ったように憲法に 韓国は北朝鮮の最大の敵だということを規定してしまったわけですね。従ってもう統一という話は全くなくなって、今38度線で南北朝鮮は停戦状態ですから、まだ戦争は終わってないんですね。平和条約を結んでないわけですから、今停戦状態なんです。 で、一方、北朝鮮の方で、もう韓国は敵だということになったわけですから、もう、この停戦を、また、この戦争に復活する。つまり、戦争が勃発するような背景を作ってる。 作ったのが北朝鮮なんですよ。まず、えー、韓国は敵だということを指定して、そしてもう、盛んにいろいろな軍事的挑発をする、ミサイルをどんどんと撃つということ、それからいろいろな、その、口でですね、 希望するようなことを盛んにやるということで言うなれば北朝鮮の方から韓国に対して挑発してえそして一触直発の状態を今作っているわけなんですよえここにロシア北朝鮮戦略的パートナーシップが大きな意味を持つんですよ今はこのロシアが ウクライナから攻撃されたということに基づいて、このクルスクで北朝鮮がこれからウクライナ軍と戦闘をやるわけですね。まあ実際に3000人ぐらいの部隊、3つの部隊に分かれてで、このクルクスをですね、三方から囲んでですね、それで陸軍、それから空軍、あらゆる方法をとってですね、 えー、この、ウクライナ軍を壊滅するという作戦。これは今すぐ、これから実行されようとしているわけなんですね、えー。ただもう少し時間を経って、えー、冬が厳しくなって、えー、寒波が、 もう、ウクライナ軍がですね、寒さにこの触れ上がると、投資するんじゃないかというような状況になるのを待って一斉にですね、攻撃をかけるということに、まあ、なってるわけなんですね。えそして、いかにも、ウクライナがロシアに侵攻した13日のうちにできたこの合意ですから、北朝鮮軍をウクライナで戦わさせるために、それを正当化するためにできた合意ではないかというふうに見えるんですが、本当の狙いは違うんですね。本当の狙いは今言ってるように、 北朝鮮は韓国に挑発して、そして南北戦争、今停戦中のものをですね、今度は戦争を復活させようという動きなんですよ。だから南北朝鮮戦争がこれから始まると、始めるぞという、こういうメッセージを送りながら、ロシアと包括的、戦略的パートナーシップ合意をしたことによって、今度もし北朝鮮で戦争が起きたら、今度はロシア軍が北朝鮮、 を支援するために、朝鮮半島で韓国と戦うと、こういうことになるんですよ。もうこれを、 ま、この筋道ができたわけなんですよ。さあ、そうすると、在韓米軍がどうするかっていう話なんですよ。で、もう基本的に民主党政権であろうと共和党政権であろうと、米軍とロシア軍と直接戦争、直接軍事行動を取るということは何があっても避けなきゃならないという、まあ原則というか鉄則があるわけなんですよ。えところが今も、この北朝鮮の挑発で戦争が勃発すれば、ロシア軍が攻め込んでくると。そうすると在韓 米軍はあ、ロシア軍と戦わざるを得ないという、そういうところへ今追い込んできてるわけですよ。さあ、トランプさんどうするんですかと。ここが狙いなんですよ。 で、トランプはもう前からですね、在韓米軍はいろいろ問題がありまして、問題があるっていうのは韓国の方に問題があって、まあ日本でも思いやり予算というんで、え米軍の経費の85%パ、75%ぐらい払ってますが、韓国の場合は42%なんですよ。えそれでもですね、いろいろああでもない、こうでもないって渋ってなかなか払わない。で、アメリカの方が増額を要求するとですね、ああでもない、こうでもないって時間をかけてなかなかあ応じないと。 そして一方、韓国の国民は、米軍に対して、このんていうんでしょうか、反感を持ってて、ヤンキーゴーホームというですね、動きが非常に強いわけなんですよ。もう日本と正反対なんですね。日本は決まりよくパンと75%払って、米軍の人には、日本人はなんか感謝してんじゃないかという、もうヤンキーゴーホームなんていうことはないわけでまあお、沖縄で一部あるんですが、日本全体としてはないと。 え、むしろ、日本の安全守ってくれてありがとうという、こういう感じなんですね。もう韓国は正反対なんです。だから、あトランプ大統、まあ、次期大統領ですが、トランプはもう前から、韓国、<laughs> 在韓米軍は撤退する、撤退するっていうことを何度も言ってるわけなんですよ。そこへ持ってきて、この動きが出て、いつ何時でも南北戦争が始まって、そしてロシア軍が攻め込んでくるぞというような、こういう状況になってきたらトランプはどうするんだって言うんですよ。 韓国軍を増強してロシア軍と戦うのか、それとも韓国、在韓米軍を引き上げるのか、そこへですね、今追い込もうとしてるわけですよ。そのための北朝鮮、ロシア戦略的パートナーシップなんですよ。これはもういかにもなんか、ウクライナがロシアに越境して攻めてきた、これに北朝鮮がこの合意に基づいて戦うというように見えるんですけれども、実はその裏にある大きな狙いというのは、 トランプの背中に土スを突きつけて、さあお前さん撤退するのか、それとも増強してロシアと戦争するのかと、ここへ今持ってきてるわけなんですよ。ね。えこういうふうに何事にでもですね、裏がある真実があるというお話を今日いたしました。